でもなんかこう、切実な話ね、こう。まあ、44でしょ？ 44 やろ？いや、45やろ？いや、このままやっていけるかってイメージわかんよね、これ。何の所、事務所にも、事務所わからん。何の会社にも所属せずにね、このフリーランスでね、5年後もわからん。でも、なんかね、50歳になってもファッションチェックはできそうやな。ファッションチェックに定年はなさそうやな、なんか。なんか だって、本人のピーコさん？ピーコさんも、あれ、結構な年でやってますから、あの人が実際、あの人はスタジオでちょっと、なんか、量のこうの言うだけですけど、ね、なんか、あ、そう、言ってるか、あの人。あ、そうです。あの人、なんか実際、あの人、現役のピーコさんも、ファッションチェック、結構なお年で行ってはりますからね。あ、そうか。ファッションチェックに定年はなさそうやな。だから、YouTube があるかどうかでわからないんですけど、いや、なんかなさそうやね、ファッションチェックに定年は。そうですね。ああ、そうか、そうか。なんか、やっていきたいよね、ほんま。ほんま言うとね、隣の晩ご飯とか、ヨネスケさんのやつやってみたいですね。隣の朝ご飯やってたんですけどね、もう山バージョンもやってみたいですよね。晩ご飯はやばいか。隣の朝ごはんとかやってみたいですね。隣の朝ごはんね、ほんま。ババアいいもん食ってんじゃねえかみたいな感じで僕は言えないんですけど、本家みたいに。もう、それは言えない。もう、あれは昭和のあの人のキャラやから成立するわけであって、僕がなんか、ババアなんだこのひもじい食い物はみたいなことはよう言えないんですけども、なんか隣の朝ごはんとかや、朝ごはんか、まあでもなんかね、キャンプやったらいけるんですよ。キャンプ前やってたんでね。キャンプやったらたまたま、ご飯も余ってて、ね、前の晩の残りもあって、で、朝ゆっくりしてるんですけど、なんか山って、北アルプスとかだったらなんか次予定があって朝早く出ていかなあかんって時に、隣の朝ごはんとか言われたらなんか、おっ、こいつが来たせいでまあまあロスやなって思われるんでね。なかなか難しいですよね。おや、そうや、そうや、やってた、隣の朝ごはん。飯食ってもうなんか、食レポしとったな、ほんま。あれが伸びる思ったけど全然伸びんかった、ほんま。孝太郎、チャンネル、右往左往時代。